どうもワニです。今日もフランス領ギアナ、フレンチギアナというね、南米の右上の方のある国の夜の森で生き物の散策をしています。今日は一体どんな生き物に出会えるのか見ていきましょう。森の中のちょっとした本当に水たまり、今ここにね、なんか魚がいましたね。お、いるいる。なんだろう、なんかちょこちょこ泳いでんだよな。入った入った。なんだこいつ。はい、こんな感じの魚が入りました。これです。これ本当にもう枯れかけみたいな、水深が深いところでも5センチくらいしかないような落ち葉の堆積した山奥の水たまりですね。水は結構ブラックウォーターで酸性が強そうな見た目をしています。でかいの入った、でかいの入った。でかいぞ。なんだこれ。うわ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗、動きが素早い。はい、こんな感じです。見た目ですぐに卵生メダカの仲間というのはわかるんですけども、かなり体が大きくて10センチぐらいあります。調べたところ、こいつはリブルスイグネウスという、やはり卵生メダカの最大15センチ程度まで成長するかなり大型の種類だそうです。よく見ると斑点模様の奥の体色が黄色から青のグラデーションになっていて、とても美しいですね。フレンチギアナ旅行のお昼、山の中にある沢に来ました。ちょっとした本当に川幅60センチくらいの小さな小川ですね。こんなところにも、お、ちょっと水たまりがあるな。何か魚いるかな。お、でも何か魚が動いているような波紋があるな。ここでちょっとガサガサをやっていきましょう。かなり落ち葉が堆積していて、足がズボッとはまりますね。落ち葉ごとすくってみると何か隠れていたりして、なんかいるかな。そんなにヤバい生き物はいないと思うんだよな。だからかなり軽装で来てますけども、水温は結構冷ためですね。やっぱり渓流で標高の高いところにある川なんで、20度ぐらいかな。ちょっとさっきの水たまりはあんまり魚がいなかったんで、川を下ってみてますが、徐々に川幅が広くなっていて、お、ちょっと湖みたいになってるところがあるぞ。ほほー、ここは何かがいそうだ。期待ができるぞ。あ、水面が波紋を打ってますね。いやー、水が綺麗だな。しかし魚影が全然ない。水面が波打ってると思ったけど、普通に雨でした。ただの全然魚の気配がないぞ。魚どころか水生昆虫すら何の生き物の気配もない。はい、また夜にね、この水場の方に来ました。そしたらカニがいますね。カニ、いや、水めっちゃ綺麗だな。透明度高え。なんか泳いでる魚いるな。同じだな、あのでかいメダカみたいなやつだな。なんかのオタマジャクシいっぱいいますね、周りにね。ここにもか。顔が上についてて、ちょっと間抜けな感じの、ツノガエルのオタマみたいな感じの顔してるな。あそこにもいるけど、同じっすね、魚種は。夜行性なのかな？夜は結構出てきてますね。このどこにもつながってない普通の道路のくぼみにできた水たまり、ここを見てみると結構ね、あの捕まえた同じ種類のメダカがいるんですよ。捕まえてみるとね、跳躍力がすごいんですよね、あの魚。網の中から自分で飛び跳ねて、どんどんぴょんぴょんね、陸地を移動していってしまうほど跳躍力がすごいんで、もしかしたら近くの水場とかからさ、自分でぴょんぴょん跳ねて、この水溜りまで移動してきてるんじゃないかなと思います。
次の日また他の場所をねうろうろと散策していたら、この林道の脇道を入ったところにとってもいい感じの雰囲気の水場がありました。お、水カマキリだ。それいや、水カマキリ本当ペルーの時もそうだったけど、日本のと全然変わんないっていうか、むしろ日本のよりちっちゃいんだよな。これがフレンチギアナの水カマキリです。さあ、魚はどんなのがいるかな。お、入った入った。でもまた同じ魚だな。この辺ほんとこいつしかいねえな。おい、また夜この小川の先の綺麗な湖みたいな空間に来ました。こちらにね、今日は魚の罠を仕掛けてみたいなと思います。なるべく深い場所に仕掛けたいなと思って深いところに来ました。水深まあ1メートル50とかそんぐらいかな。すでに水面の方に魚が泳いでるのが見えますね。ここに日本から持ってきたこちら、うん、皆さんおなじみのお魚キラーですね。まあ、このね袋があって、ここに餌を入れて、このちょっと返しになってる入り口から魚が入って、まあ、出てこれなくなるという罠なんですけども、餌をねこのちっちゃな袋の中に入れます。日本からねいい餌持ってきましたよ。こちら光ビッグキャット、底なしの食欲を満たす。めっちゃねいい匂いがするんですよ。匂いの強い餌なんで、これをこの中に入れまくって、よし、こんな感じです。準備 OK。 でこれのね紐の先端を、まあ、近くの木とかにね流されないようにつけまして、この池の中に投入。これでしばらく放置して、一体どれだけ魚が入るのか見ていきましょう。さあ、次の日の朝回収しに来ましたが、何か入ってるかな。お、入ってる入ってる入ってるぞ。なんだなんだ。お、カニが一匹入ってる。カニと魚が入ってますね。はい、カニです。なんだろうねこのカニね、茶色くて、メスかな。まあ普通の見た目したカニですね。特に特徴はそんなにないですね。ハサミも、右手の方がちょっと太いかな。そんな感じ。バイバイ。なんかまあ水中のサワガニとかそっち系に近い感じのカニなのかな。帰っていきました。で魚はね2匹入ってるけど、まあいつも捕まえてるのと一緒っすね。マジでねこの魚しか見かけない。こんな感じの同じの2匹でしたね。1匹の方がすごく大きくて立派で、ヒレの先がオレンジと、あと縁が黒い綺麗な模様になってますね。もう1匹の方はまだちっちゃいからかな、なってないですけども、まだ餌はたっぷり残ってるんで、引き続きこのまま仕掛けたいと思います。それこれでまたしばらく置きます。はい、2日目です。2日目のトラップ回収どうでしょうか。なんか入ってんな。おお、魚いっぱい入ってるぞ。魚いっぱい数は入ってんだけど、種類全部一緒やな本当に。はい、もう毎日こいつしかいない。魚はこいつしかいません。魚影すらこいつ以外見てない。今日は5匹入ってましたね。という感じで、南米フレンチギアナの池とか水たまりとか、他にもねいろんなところ行ったんですよ。いろんな水たまり行って、まあ、今回ね車がなかったんで大幅な移動で大きな川とかは行けなかったんですけども、この周辺でどこで行ける水場はあらかた行ったんですけども、全てリブルス・イグネウスしか見れませんでした。今フレンチギアナは雨季なんですけども、おそらくこの池も含めて俺が行った水場は全て乾季には枯れてしまう場所なんじゃないかなと思います。だから他の魚はいなくて、陸上の移動能力の高いリブルス・イグネウスがここに来ていて、あとカニぐらいしかいなかったんじゃないかなと思います。まあ、リブルス・イグネウスが生息している現地の環境をお見せすることができたかなと思いますんで、全国のリブルス・イグネウス好きの方に何か参考になればいいなと思います。